このキャラマジだな。いやいやいや、そりゃなんやろ。ここまで致命エフェクトが微妙ならんとは、お互いバースト困るキャラじゃねえだろ。そのはずなのだが、あ、今回の動画なんですけど、普段使わないファイターでオンライン潜りながら、マック君とガラガラおしゃべりしようかなと。新ファイターも参戦することだしな。特にそれについては話したいね。戦闘力とか気にせず久しぶりにマッチャにやるでー。改めまして、どうも、ご本人です。マックだぜ。今日もスマブラやっていきましょう。初戦は入社。私はホムスカです。ホムスカ使えんのか？いや、前も話したけど、持ちキャラ以外全てでクビップなんで、彼女たちも例に漏れません。じゃあなんで使おうと思ったんだよ。どうやら新しい DLC が来るらしいじゃないですか。だからその前にいろんな DLC。お助けください。個人技にガードするなとあれほど、まあエキストくらいくれてやん。エキストじゃねえか。相変わらずマッチング運がなさすぎる。お相手さん、私が復帰するまで待ってくれる優しい人。基礎師がまだ苦手なんじゃないのか。だがその優しさが命取りとなるのよ。勘で外に出して。せーの。40% くらいで消し込んだぞ。これは第二の相の湯になりうる。さて次の相手はだの。運が悪すぎる。まあやってやるよ。さあ勝負だ。ぶっ殺してやる。とはいえ使ったことのないファイターでやれるのか。やるしかないんだよな。デレスでも振った時もハンデ野郎に遭遇したけど、お相手に一つメイクだったから絶望したね。最近流行ってるよなこれ。なんでガノンだけにいるんだ。あ、おい近づくなって。なんか道連れか。危なかったでまったく。助かりました。こうなったらチキンプレイだ。負けなしの飛び道具レインボーダスト。虹のゴミガービーを彷彿とさせるな。僕の姉貴を交換してくれよりはマシでしょ。同じようなもんじゃな。急げ。適当に進むコンボになりますわ。劣局に引っかかっていく。当たりすぎだろ。本当に申し訳ない。今回の動画さ、DLC について語る雑談会にするつもりだったのに、お相手が個性的すぎて別荘にないんだが、おしゃべりしてたら負けそうだもんな、これ。この受けにしてないのはわざと、お相手下手をこするタイプみたいだな。さっき受けにしたから呼んでくるかと思ったんだが、外に出したぜ。お、これは。やったぜ。気絶ちゃぶちぎれ案件。いつもはこれやられる側だったけど、やってみたらすごくお手軽。そりゃこぞってするわけだぜ。ストックは追いついたけど、100% 使い差が増えています。またレッキに当たるんじゃねえかと思ってたが、さすがに3度目は学びますよ。ここはスマッシュ。ボトンエッジで距離詰めて。虹のゴミ。虹のゴミっていうな。七色の廃棄物。あ、でもダメージ追いついてきたな。スマッシュ直撃しなければ希望はありそう。お相手掴み使ってこないな。シールド安定かもね。安定だなこりゃ。とりあえず横丁。ここもシールド張ってくれに。そろそろホムラに交代する。え、軽すぎる。セフィロスかよ。ガノン使いたくなってきた。DLC とは、なおは DLC だった。お相手はホムスカか。結構人気だよねホムスカ。オンライン潜ってたらほぼ毎回遭遇してるイメージ。わかる。捕まえて。おい、わざとじゃねえんだ。いや魔人剣しても二人でも利用がないでしょ。それもそうだ。でさ、なんかもうあまり見かけない DLC がいる一方で、ずっと使われ続けてるのもいるよね。確かにな。違いってなんだろうな。うん、やっと使いやすさなのかな。あ、あのさ、わざとじゃないんだ。で今のかぐや3点 PV だよな。私鉄拳やったことないからさ、あれ見て正直誰状態だったんだけども、界隈でもカンスパと誰派に分かれてるみたいだ。皆さんはどちらでしょうか。ボールを相手のゴールにシュート。やっぱ持ち上がってよ。やっぱ早期撃墜できるファイターはいいな。時に新ファイターは知名度などで決めてるらしいが、私ほとんど知らないから毎度困惑してるんだよね。おい、FE 知らないのか。今すぐ買え。ちょっと今月はピンチなので保留で。捕まえて。ボールを相手のゴールにシュート。ルーンまで使えて不要だよね。次の相手はゴリラ。ぶっ殺してやる。呪われてんじゃねえのお前。マッチング運とかもはやそういう問題じゃないんだが。さて、やるか。サンストナだけさっきよりはマシか。捕まえて。惜しい。ゴリラってみんな食いだうまくね。今回マサラだけどガノン界になってるぞ。確かに、DLC 使わなきゃ。フリテリーでも使おうかね。かぐやと同じで格ゲーキャラだからな。かぐやさんは尋常じゃないくらい多かったんだけど、コマンドってことなのか。全部覚えるのは大変そうだな。10連コンボはぜひやってみたい。魔人剣上がり外してひどい目に遭ってますが、アイムユーみたいに当たるかと思った。そういやかぐやの技に魔人剣ってあったね。気になるところだな。ここのだけ、それは当たんねえって。ついつい振り下ろしちゃう。ここでストック落とされたら絶望的だぞ。ピンチをチャンスに変える反転雷神章。ストックは追いついた。ここで粘れれば十分勝機はあるな。なんなら逆転しちゃおう。ああ、やっちまったぜ。イベントしてエキストさか。結構きついな。ん、なんだって。儚い命。これで完全にモブですよ。これはいけそうだな。おっと、おい。まあ帰ってこれるんですけどね。内心は焦っただろ。マックなら落ちてた。俺のウェディの強化は必要だ。地上と同じ飛距離にしてもいいと思うの。さあ崖に追い詰められてますが、なんの、外に出されるが、ここの崖をどうにかせればぶねえ。うん、やっとこのくらいのスキルはないとね。運よく勝利。ついでに逆リッ
ックも脱出したよ。煽るな。次はテリー使う。どういうことだ。お前無線のルオフになってるだろ。そのようなことがあろうはずがございません。これがジェクディックの超の恐ろしさよ。お相手はダノンとかアビーで、味方にブラックとか、明らかにテリーなんか向いてないんだが、格上キャラは対面の方が得意だよな。自動プリンスも発動しなくなっちゃうしね。クリムが出しやすくなるのはメリットだけど、格上もそんな感じかな。どうなんだろう。絶対して振り向きシステムないらしいよ。あ、そうなの。でもコマンドキャラなら振り向いちゃうのかな。ダノンだバースト、ブラキが活躍している。お前もなんかしろ。じゃあ突撃連携やってみようか。行くぞ。お、こういうところがチーム戦の醍醐味だよね。って言いながら攻撃食らってんじゃねえ。でも私が 100% 超えないとまともに戦えないから。そういえばそうだったな。もはやわざと攻撃を食らってるのである。それでやられんなよ。テリーは体重ある方だし大丈夫だろ。おっ、結構いた。何もできてねえ。おかしいですねえ。おっ、結構いた。終盤までサンドバッグに徹するのどうにかしろ。どうしたってキャッチ狩りするしか能がないんですわ。おっ、これはチャンス。バッターウルフが入る。ダノンにも決めてやるぜ。残念、シールドが間に合った。ここはパワーダンクになってしまう。ガービーが撃墜してお相手はどちらも1ストック。ブラキがタンクとまるまる残してるのどうなっとるん。乱闘がきれいなんだろ。この犬にしたのお前か。犯人が身内にいた。隙あらばバッターウルフ。ダノンもなくなったんだが、ガービー絶望でしょこれ。ストック的にも人数的にも厳しいだろうな。こちらカービー愛護団体の者です。ニューフォーク指揮兵隊のカービーが幹部から殴り蹴る等の暴行を受けているとの通報が。うちじゃないですね。どう見てもこれだろ。これはひどい。ちゃんと合わせてくるあたり。やはりこのブラキが犯人で間違いなさそうね。証拠はないだな。うん、次何使おうかな。あ、投げた帽子ここに落ちてたんだ。じゃじゃん。こんなコーナーあったか。私宛てのイラストをくださる方がいらっしゃったので、 Twitter でそれ用のタブを設けてみました。いただいたものは動画内で紹介させていただこうと思います。イラストか。ご本気は絵を描くのか。何を描くと、この竹絵を描いたのは私ですよ。ちなみにこれがオバエンが描いたんですけど、誰に言ってもガーバエンと認められなかったので、私の分身、すなわちオリキャラという扱いにしております。絵は描くけどが良くはなかったのか。皆さんからの投稿を心よりお待ちしております。夕食買ってみよう。やり直していいですか。開幕2番手はやばい。この後なんとか勝ちました。引きに乗せてください。仕方ねえな。やり直していいですか。ダメです。この後負けました。開幕したビーをやめろ。真面目に戦おう。優勝で綺麗に勝って動画終わるんだ。横綱単発が当たり。お前さ、命がけで私は良くないもん。狙ってるとしか思えない。お相手はダノン。今度こそまともな叩く措置を狙うな。さすがにレーザーではなかなか決まらないね。ここでヨナ君、相打ちだな。まあいいでしょう。バスかけて、くらえ。シールドが間に合っていくぜ。そこ決まらないか。勇者の攻撃は遅めだからな。その辺考えて戦わないといけないみたいだね。あ、そうだ。最近編み出した必殺技を使おう。食らいやがれ超必殺。さすが文化アタック。バイキューとこにで撃墜しないか。運ゲーじゃないか。いや、これ割と当たるのよ。地上の裏の活用法考えてたらたどり着いた境地よ。お前以外にやるやつはいないよ。横綱でバースト。今お前がラキュー倒としてただろ。お相手の無敵時間的に無理そうだった。捕まえて近づいて。まあ、そう要請まだ入る。ほっかりくんってあるじゃん。嘘だろ、思ったより早く終わったので、もう一点やります。これでラストです。お相手はパルコ。どうでもいい話だけど、これ勝ったらジャグリップ脱出だわ。そういえばジャグリップだったな。これ当たらんのか。キャッチしていて避けたな。横綱で外に出して。だからさ、狙いすぎて返り討ちに遭うこともしばしばだけどね。あれがラキも反射できるのか。食らいやがれ超必殺。さすが文化アタック。このムーブ発案者私でね。技名考えようぜ。流行らねえぜ。会心の一撃出れば装置バースト狙いますよ。そもそもルーラが当たんねえよ。まあ実用面考えたら空下上スマガが妥当だけど。ファイヤー。痛すぎる。ここは九州のヒラデラハ。魔法で崖をどうにかしやすいのがありがてえ。それはもう引っかからないですよ。崖に出したが、ここはロマンを優先する。食らいやがれ超必殺。さすがですよね。でも空下じゃなくて空前出してるあたり、お互いの位置は把握してるのわらん。実はキャッチ地点によってルーラの音違うんですよ。イヤホンしてつくと微妙な違いがわかるかも。え、マジ？私も気づいたの昨日なんだけどね。普段勇者使わないし、お相手の気にすべストック先行。ことあるごとに措置を狙うな。ラキがラキは出たら使うに決まってるんだよな。会心の下すま。ダメージが少ないせいであんまり意味なかったね。お互い命中率が低すぎる。勇者の動きにまだ慣れない。結構面白いし使い込んでみようかな。会心でろ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 。ですよね。勇者ストック有利だしゴリ押せるだろ。まあね、あ。結局爆発落ちじゃねえか。爆弾界のハブが全然おしゃべりしてないんですけど、誰のせいだと。じゃあ今回はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。コメント、ご本人アート、勇者のあのムーブ名称案もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらばだー。